私たちの勝ちです。ハイヤシンス王、観念してください。来るな。父上の仇取らせてもらう。覚悟しろ。この魔法は、あいつは母さんを殺した。ありがとうございます。危ないところでした。ここであなたに死なれてしまうと困りますので、儀式は成功しました。まもなくこちらに蛇竜ソンブルが参ります。もう動けるようになられたのですか。王の血を捧げた甲斐がありましたな。さあ、そろそろお目見えですよ。おお、ソンブル様。こたびのお前の働きでこれほどまでに力が戻ったぞ。もったいなきお言葉だが、あと少し足りぬ。それではこやつらを逃げに。貴様、何を勘違いしている。我が求めるは王の血だ。わかる。最後にその血を我に捧げよう。彼は蛇竜の仲間ではなかったのか。これは面白いものを見ました。見ましたか、あの顔。裏切られた時の表情、傑作でしたね。あんた何言ってんの、あれはベイル。ああ、うるさいですね。せっかくの経がそがれました。これだから人間は嫌いなんです。別人。でもあの包帯は私が巻いたものです。あれは一体。自己紹介がまだでしたね。私はソンブルの娘にして蛇竜族の第一王女ベイルと申します。以後お見知りおきを。ベイル、やっぱりベイルなんですね。蛇竜族の王女ってどういうことなんです。今まで私を騙していたんですか。騙すも何も、こうして私たちが話すのは初めてのはずですが。え？ベイルよ、無駄話はそこまでだ。指輪を奪え。すべて仰せのままに。ごきげんよう、神竜様に王族の皆様、お久しぶりですわね。あなたは。貴様はフィエネ王女を襲撃した者だな。貴様だなんてご挨拶ですこと。まあ
あの時は名乗りませんでしたものね。ピレネ王城では部下が失礼いたしました。あの者は責任を持って私が殺しておきましたので。改めまして、私はセピア、数千年を生きる魔竜族、そしてソンブル様のしもべですわ。隣にいる者たちとは家族のようなものですの。4人まとめてシクと呼ばれておりますのよ。何が家族だ。竜族はあんただけ、こちとら普通の人間だぜ。俺はグリ、やるならさっさと終わらせる。僕はマロン、王族ぞろいって聞いてたんだけど、君たち僕らよりオーラないんじゃない？私はもうお初にお目にかかる。ベイル様よりお話は金が。宿だかなんだか知りませんが、あなたたちの相手をしている時間はありません。とにかくこの場を切り抜けますよ。みんな紋章師とエンゲージを。指輪が。ここですよ。竜の時水晶、やはりあなたが持っていたのですね。セピアたちと楽しくお話ししている間にこっそり取り戻させていただきました。全く気づかないとは注意散漫ですね。まさかそれを使って。はい、指輪はすべてこちらの支柱です。返してください。もう6つも集めていたのですか。どうぞお父様。よくやった。これで指輪は我のものだ。だがまとっている神竜の力が煩わしい。特にこの英雄王の指輪。マルス。輝け、始まりのエンブレム。無駄です。あの指輪にはお父様の力が流れました。もうあなたのマルスではないんですよ。そんな。伝えよ、聖戦のエンブレム。シグルド。守れ、響きのエンブレム。癒せ、暁のエンブレム。セリカ、ミカヤ、もうやめてください。解き放て、系譜のエンブレム。立ち向かえ、封印のエンブレム。リーフ、ロイ、こんなことって。これであなたの紋章紙は全部こちらのものです。欲しかったんですよね、マルス、シグルドも。ルミエルを殺したとき、その二つだけ諦めることになって、私とっても悔しかったんですから。ベイル！神竜様、ここは撤退を。逃げられると思っているんですか。指輪のないあなたたちに勝ち目はない。ここで全員死んでください。返して、みんなを返してください。逃げられませんよ。これまで手荒な真似をしなかったのは紋章師の力を警戒していたからなのですが、今は状況が違います。あなたはここで死ぬのです。ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって。
指輪を取り戻さないと。ダメだ神竜様、時水晶を失い指輪も持たぬ僕たちに勝ち目はない。紋章師たちの力がどれほど強いかは君が一番分かっているはずだ。ひとまず向こうに見えるあの場所を。あそこまで引けば奴らを負けるかもしれない。行きます。取り戻せるかもしれません。そうはさせませんよ。森人として指示をくれ。はい、行こう。お申し付けを。連れて行って。覚悟はあるわ、竜の森人として。奴らが絶望するまで何度でも。参りましょう。神竜様のために。したらいいか。
助力に感謝する。いささか答えますな。しぶとい虫けらども、やはり異形兵だけでは力不足でしたか。しくよ、行きなさい。拝命いたしました。必ずや奴らを仕留めましょう。この僕の餌食になるのはどいつかな。仕置きをする側は慣れてねえが、ベイル様のご命令なら喜んで。我々にお任せくださいな。奴らを逃がしはしませんわ。新手が来るようですな。追いつかれる前に急ぎましょう。一体ど…見つけたわ、神竜様の軍。よかった、今なら間に合いそうに。アイリー様、安心するのは時期尚早じゃ。見よ、あの絵巻に書いたような四面楚歌を。徒手空拳とはまさにこのこと。早くこの指輪を渡さねば。アイリー様、ゼルコバ、どうだった？すみません、邪竜の娘に奪われた指輪を取り戻すことは不可能でした。ですが代わりにこれを。おお、綺麗な水晶じゃな。そちらの指輪に加え、こちらの手土産もかなりの助けになるかと。そうね、急ぎましょう。神竜様、アイビー王女、どうしてここに？お父様を説得したいと思った。もう一度。けれど、着いた時には何もかもが手遅れだった。せめて、これをあなたに渡したくて。大教会から、紋章師の指輪を取り戻してきたわ。え？時間がなくて二つだけなのだけれど、草原の皇女の指輪と、聖王女の指輪よ。いいのですか？それでは私の側に組みしてしまうことに。祖国に弓を引くことになろうとも、私はあなたと共に戦いたい。この国のため、死んだお父様のため、今すべきことはあなたのそばで戦うこと。これまでの償いになるとは思わないけれど、許されるのなら同行させてくれないかしら。
わかりました。ありがとうございます。草原の公女の指輪、ハイヤシンス王の形見はアイビー王女に託します。吹き渡れ烈火のエンブレム。私はリンディス。リンと呼んで。さあ、共に戦いましょう。この姿、あなたはマルス？いいえ、私はルキナです。ルキナ。私は英雄王ではありません。その代わりにもなれません。ですが、あなたの力になりたい。深淵に沈んだ者たちの希望の光となりたい。今は逃げるしかなくても、この撤退はいつか希望につながります。さあ、私とエンゲージしてください。神竜様、土産はもう一つあります。これは竜の時水晶。闇に紛れ拝借してきました。奪われた指輪ではなく、気が咎めますが、戦況打開の一助となれば幸いです。ありがとうございます。いずこじゃ。ああ、墓守りにはなれないが。君に敬意を。すまないの。
たがえないわ。エンブレムエンゲージ。見ていなさい。になったようだ。ごめんなさい。煩わせましたね。イルシオンのために。ここまで来れば